ディフェンスはですね、いくら練習してもなかなか上達するっていうことが難しい部分が多いと思います。なのでディフェンスはあくまでオフェンスに切り替えるためのつなぎ玉ということで、考え方を切り替えてもらえると、ディフェンスの流れも、この後の実演もすごくスムーズに入りやすいんではないかと思いますので、ぜひですね、ディフェンス力を向上というよりも、ディフェンスからオフェンスに切り替えるためのつなぎという意識を持って、取り組んでもらえたらと思います。まず、こちら側のラウンドのからストレートスマッシュに来た場合です。レシーバーがこの位置にいたときに、スマッシュをストレートに来た場合の返球箇所ですけども、ネット前ですね、ネット前のここに置きます。こちらに置いたときに素早く前に入ります。その時に、パートナーの人は後衛に下がってトップアンドバックの形を早く作るっていうのは、これが一つですね。二つ目ですが、同じく後ろからストレートスマッシュ来た時に、先ほどは前に返しましたけども、先ほど言った安全ゾーンですね、そちらの方のクロスのこっちに引っ張って、引っ張ると同時に打ったレシーバーの方が前に入って、トップアンドバックの形を作る。これが2つ目の、ディフェンスからオフェンスに切り替えるためのパターンになります。はい、では逆サイドの方の説明になります。こちらがフォア側の奥からストレートスマッシュに打った時ですけれども、安全ゾーンですね、安全ゾーン、先ほど説明しましたように、ここの前とストレートハーフです。で、こちら側にまず返球をします。そうするとこの後衛の人も前に詰めてくると思います。でこちらの方で何球か1球2球、やり取りをした時に、相手の返球がストレートを見越して、こっちのパートナーの人が前に入ります。でこの人が下がります。これで突破のバックの形を作るパターンが一つになります。先ほど申しましたように、この人が前に入ってしまうと、ここにバック側の奥にスペースができてしまうので、追い込まれる形になってしまうので、あくまで左側の人から前に入るんではなくて、積極的に右側から詰めてい、くことで、ディフェンスからオフェンスの切り替えも、スムーズにいけることになります。